クジラが哺乳類は常識。いや、常識は人それぞれだから、みんな常識は人それぞれだよ。なんかたまーにさ、めちゃめちゃ治安の悪いコメント流れるのめっちゃおもろいからやめてほしいよな。アメメとさ、クジラ取りに行った時もさ、どうせ死ぬから今のうちに殺して食べようみたいなさ、いや最低だなと思って、たまーにめっちゃ治安悪いコメント流すのやめてほしいな。あ、クジラじゃない、イルカ、ごめん、イルカ。まあ違いは大きさだけだから。いや、大きさ以外にも違うとこいっぱいあるやろ。え、クジラとイルカって大きさしか変わんないの？本当に？マジで言ってる？そうなの？マジで？クジラってじゃあ哺乳類なんだ。ほぼほぼ同じ。なんで私手に持ってるんだ。じゃあクジラショーとかあってよくない？イルカショーってあるじゃんか。あれってさ、イルカの IQ がめちゃくちゃ高いから起こるんでしょ？クジラって IQ 高いの？クジラが哺乳類は常識。いや、常識は人それぞれだから、みんな常識は人それぞれだよ。それは違う。あ、そうなんだ。でかい。でも大きくてもさ、なんかくるくる回ってぐらいならさ、わからないのかな。クジラの大きさ舐めてる。え、クジラってどれぐらいの大きさ？ちょ、私にわかりやすい説明の仕方をしてほしいんだけど、クジラの大きさってどれぐらい？あれだとわかんないからさ、何メートルとかやれてもわかんないからさ私にもわかるやり方でちょっと教えてほしいんですけれども、フレンス200人分。え、でかっ。東京ドーム、マジでそんなでかいの？そうなんだ。それは嘘。どれだよ嘘じゃん。どれだよ。クジラの大きさどれよ。学校のプールぐらい。でかくない？学校のプールって25メートルプールだよね。25メートル層に使うあのプールだよね。そうなんだ。社長の股下ぐらい。長いな、それは。へえ。メートル分かってくさ。あ、確かに25メートルプールの25メートルを基準にして考えればいいのか。私水泳やってたからさ、25メートルは分かるわ。25メートルだとしてさ、クジラはどれぐらいの長さじゃ。25メートルぐらい？どれぐらい？25メートル走プールでやってたらダメ。違う、25メートル走あるじゃん、プールの。25メートルメドレーみたいなやつあるじゃん。60メートル ?25 が2個で、50でしょ？めっちゃでかくない？60はワサップねえ、何が本当かわかんないって。45メートルがガチ。本当か？ググろう。それはそう。